はいどうもフラちゃんです。じゃあ本日はこちら書き置きメモでやらない方がいいことということで今回は紹介していきたいと思います。初心者の方とか結構この辺は使いますよね。上級者の方はあんまりもう使わなくなっちゃったかもしれないけど、まあ意外とこのね楽しいフレンドに書き置きとかチームメンバーに書き置きができるこの機能、まあ見てみると、例えばまあ上から2番目の山下さんはとか、まあこういったものをフレンドに向けてもしくはチームメントに向けて書き残せる、まあ非常に楽しい機能があるんですけども、これでやらない方がいいこと、やってしまうとフレンドとかチームメントから嫌われてしまう、まあそういった今回はタブーを紹介していきたいと思いますので、そこを全く気にしない人もまあいるとは思うんですけども、気にする人が結構いるわけなんで、今回紹介することはやらない方がいいです。というわけで早速紹介していきましょう。というわけで一つ目、こちらフレンド整理します。これめっちゃいるんですけども、これガチでやんない方がいいです。まあ、というのも、これ嫌いな人結構いるんじゃない？ 7 割とかそれぐらいいるんじゃないかな。まあこれっつうのが、まあ、どういう意味かというと、単純な意味、フレンド整理しますっつって、で書き置きメモでそれを書く。でまあね、あのどんぐらいだろう、そっから2週間ぐらい経ったらフレンド整理でもすんのか分かんないけども、まあフレンドを消したり、まあ遊ぶ人は残して遊ばない人を消すみたいな、そんな感じでやりますっていう、そういった書き置き、一見するとあそうなんだみたいな感じするけど、これちょっと深読みするとすごい上から目線なメッセージになってしまうんですね。というのもフレンド整理します、まあこの後に例えばまあこんな感じに連絡くださいみたいなさ、まあちょっと文字数足んなくて入力できなかったんですけど、まあなんかあのさ、例えばもっと遊びたい人は連絡くださいとか、消されたくない人は連絡くださいとか、こういった文章を一言追加するだけで、このフレンド整理しますってめちゃめちゃ上から目線に聞こえません？というのも、おいお前ら遊んでやるからよ、まあ消されたくなかったらよ、お連絡しろよって、まあ連絡してこなかったやつは消すから、はいそこらへんよろしくみたいな、まあそんな感じに聞こえませんか？まあというのもこのフレンド整理しますって、別に整理したかったら黙ってやれよって思うんすよね。個人的には、個人的には結構そう思う人多いでしょう。フレンド整理しますってなんかこう威圧的なさ、なんかこう周りにわざわざこう圧力をかけて、でそれでフレンド消されたらお前はいらねえやつなんだよみたいなそんな感じになってしまうわけなんで、まあこちらフレンド整理します、結構書いている人いたりするんですけども、これはねちょっと見る人によってはかなり上から目線だと、まあフレンド整理しますって書いている人をフレンド整理したくなってしまうわけなんで、まあこの辺はですね気をつけてください。はい、というわけでこちらまず一つ目、フレンド整理しますでした。はい、というわけで続いてですね、引退アピールということで、まあこちら今書いてあるんですけども、引退します、幻滅しましたみたいな感じで、まあ、要はこのドラゴンクエストで飽きましたとか引退しますとか、まあそういった文章を書いてる人、十中八九引退しないやつ多いんで、まあ引退詐欺なんでこういうの、まあつうわけでこういうの書かないようにしてください。引退する人はまず引退しますって書かないから、で引退しますとか書いてる人って多分何回もやるんですよね、結構な確率で。引退しますって、で今回も引退詐欺かみたいな、でそれでね、まあ心配になった人がさ、大丈夫引退しないでみたいな、まあ、それを待ってるみたいなね、な感じになるんで、なのでこの引退しますアピール絶対引退しない。まあよくあのリアルでもね結構いますけども、俺絶対実際この仕事辞めるわって言ってるやつほど仕事辞めないんだよなまあそんなこんなで、辞める人はもう行動に移してるから何も言わずに、まあこの引退アピールめちゃめちゃ多いんで、もうぜひとも辞めてほしいところですね。まあしかも仮にこれでね本当に引退、まあもしくは休止した場合、フレンド書き置きでずっとこれ残るわけですから、まあその人を消さない限り、なんかつってもね、あんまりこう消したくないわけじゃないですか。フレンドになった人をその書き置きメモだけでこう消すっていうのがなかなかねちょっとやりにくいことなんで、まあそれでずっとねその人の引退しますというその書き置きが、まあその人がずっとフレンド欄にいる限りずっと流れるわけですよ。なので結構苦しいですなのでそういうことで、こういう引退しますとか幻滅しましたとか、そういうマイナス的なことを書く人やめてください。まあ実際引退した後もすごい邪魔な書き置きになるし、まあ、もしくは大体引退しないのでまたかよみたいな、そんな感じの気持ちになるんで、はい、というわけでこちら引退アピールでした。はい、というわけで続いてですね、こちら
体調悪いアピールということで今書いているんですけども、体調悪い、涙、ヤバタニエンとか、まあ、こういったことをですね、書き置きメモでいちいち書く人いるんですよ。やめてくださいよ本当に。いやマジでこっちまで体調悪くなってくるから、頭痛いとか、なんか熱出た、コロナかかったとか、そんなことってもう本当に書き置きメモでなんで書くのっていう内容なんですよね。まあ、チームとかで、話してて、それで話の種としてたまに言うぐらいは、まあ、別にいいんですけども、それをわざわざ書き置きメモに書くっていうのはちょっと神経がね、ちょっとわからんわ。まあ、つうわけで、まあ、会話中にね、話のネタとしてはいいかもしれないけど、まあ、ほとんど遊んでない人に対してもこの書き置きメモというのは届くわけなんで、全く遊んでないただのフレンドさん、なんかいつフレンドになったかもよくわかんない人にもこの体調悪いヤバタニエンつのがもう届くんで、でさらにそういう人って結構こまめにね、体調悪いって書いたら次の日には頭が痛いとか、さらに次の日にはなんかちょっと治ってきたとか、3日目にはさらに悪化してきたとか、まあ、結構そういうね、なんかこっちまで気分が重くなるようなことを結構書く人いるんで、まあこういうのマジで嫌われるんで、マジでやめた方がいいです。まあこれと似たようなやつで、あとヘラついみたいなさ、まあ、メンヘラの書き置きみたいな、そういうのもありますよ。まあ、例えば誰々に嫌われた、悲しいとか、誰々もっと遊んでくれないとか、なんかこうね、まあ、とにかくこうメンヘラ系の書き置きをする人もいるんですけども、いやマジでね、なんで書くのっていう、ツイッターに書けよみたいな思うんすけど、なぜかこの書き置きメモで書いてしまう人がいるんですね。まあ、つうわけで、ぜひともやめてください。はい、というわけでこちら、体調悪いアピ、もしくはメンヘラの書き置きでした。はい、というわけで続いてですね、相方勢同士の書き置きということで、いや直接やれよって思うんすけど、なんか書き置きメモを通じてやる人がたまにいるんすよね。まあでもちょっと紹介していきたいと思います。まあ例えばこんな感じ、山田ちゃん今日も可愛いね、おいでみたいな。まあ、仮にその山田ちゃんというね、相方、まあ、フラちゃんの相方としましょうか。まあ、いないですけど、そんなもんね。まあ、いるとして、仮定して、まあ、その人に対して、こういう書き置きメモをしてしまう人、マジでいるんで、これ冗談かと思うでしょ。本当にいるんだよ。昔入ってたチームで、こういうやつがいて、なんか、その人、相方とか作るやつ、お疲れだよな、みたいな感じで、めっちゃ否定的だったのに、なんかある日突然、そういうのができたんですね。そしたらそいつ、書き置きメモを通じて、なんかそいつとやり取りするようになって、で、こっちからすると、そいつの、まあ、いわゆる相方、もうゲーム内恋人っつうのは知らないから、そいつがなんかね、よくわからんやつに向けて、こういうコメントを書いてるんだよな。で、それが毎日のように変わるの。例えば今回は山田ちゃん今日も可愛いね、おいでとか、で、まあなんか喧嘩したりしたら、まあこんな感じの文章になったりとか、この前はごめんね、気をつけるとか、ね、ちょっと相手がね、少しこう、調子に乗って変なことをしたと。そういう場合だと、こんな感じの文章。山田ちゃん、悪いことはダメ、言語だぞみたいな。いや、フラちゃん盛りすぎって、いたんだよ。いたんだよ、この文章が。マジで。俺、スクショ取ってあるけど、ちょっと文章は違うけど、まあ、この重要なところは全部同じ。言語だぞとか、こういうことをフレンドへの書き置きで書くやつがいるんだよな。マジでやめた方がいいぜ。いや、特にそういうのろけ話というのは、ほとんどの人間は、まあ、知ってる人ののろけ話だったら、まあちょっと面白いかなぐらいの感じだけど、あんまりさ、知らない人とかさ、なんならこの、所詮ゲームじゃん。所詮ゲームだから、別に相手の素性ってあんま分かんないわけですよね。そういう人ののろけ話を書き置きメモで延々に見せられるっていうのは、マジで苦しいんで。で、さらに、このね、書き置きメモの悪いところで、これね、じゃあその人をフレンド消せばいいじゃんっていう人、まずフレンドをそんな簡単に消せないんすよね、ほとんどの人っていうのは。なんか悪いことがあったらその人を消せばいいじゃんみたいな言う人いるけど、なかなかそうもいかないんで、やっぱフレンド事情っていうのは、まあ、その人を切ったら別の人との関係もあるわけですから、その人が完全に孤立したフレンドだったら切っても問題ないけど、その人とまた別な人がつながっていて、でその人ともフレンドだった場合に、そこのつながりを切ってしまうと第三者に迷惑がかかるんですよね。なんならその人がチームメンバーとかだったらめっちゃ関係がギスギスするわけですし、まあ、とにかくフレンドというのはちょっと嫌なことがあっても切れないんですよ、普通の人は。まあつうわけで、まあ、切ればいいじゃんというものはできないとなると、じゃあその人だけなんか非表示的なことにすればいいんじゃねみたいな。でさっき言ったちょっと書き置きメモの悪いところで、これね、個別にできないですよ。
これ個別にできないの。そのね、フレンドのものを見ないっていうのはできるんですけど、まあ、ただその個別にね、この人の書き置きメモは見ないっていうことができないので、まあ、これはちょっとね、追加してほしいですよね。書き置きメモは使いたいんだけど、ちょっと一定数そのね、例えばのろけ話してるとか、なんかメンヘラのその書き置きメモをしてるとか、フレンド整理しますとか、そういうやつらだけを非表示にしたいって場合にできないわけなんで、ちょっと運営さん、ちょ見てたらお願いします。個別にその非表示設定、まあ今あったらごめんなさい、もしかしたらその設定もうあるのかもしれないけど、うまくやれば、まあ、ただちょっと自分知らないんで、あるんであればもっとわかりやすい位置に、ないんであれば追加してほしいです。まあつうわけで、相方勢同士の会話、あのフレンドチャットでやりましょうね。その書き置きメモで絶対やらないってこと、マジで苦しいんで、これ第三者からしたら。はい、というわけでこちら相方勢同士の会話でした。はい、というわけで最後なんですけども、個人に向けての発信ということで、まあこれは先ほどの相方勢の会話みたいな、その延長線というか、まあどうなんでしょうか、まあその人が違うだけなんですけども、これもね結構いるんで、マジで気をつけてください。例えばこんな感じ、そういえば最近どうで、宛先銀ちゃいみたいな、まあこれでその銀ちゃいっていう人に向けて、そのわざわざフレンドへの書き置きを使ってやる。で、なんだったらその銀ちゃいっていう人もフレンドの書き置きを使ってフラちゃん宛てに、あ、大丈夫よみたいなんで、こう不等号フラちゃんみたいな、まあそんな感じでやってきたりね。それマジでね、第三者からすると意味わかんねえし、しかも別に読んでても楽しくねえし、むしろ不快なんで、こっちからしたら何があったか全くわかんないわけですよ。なんかね、その人たちはいいかもしんないけど、周りの人から見たら結構苦しくて、まあ、かといってさっき言ったフレンドをじゃあ切ればいいじゃんっていう、それできないわけなんで、なので、まあそういうのも難しいわけですね。マジで要件があるんだったら、フレンドチャットっていうめちゃめちゃ便利なものもありますし、相手がログインしてなかったら手紙とかいうめちゃめちゃ便利なものがあるわけなんで、このフレンドへの書き置きって、まあ確かに書き置きっちゃ書き置きなんだけど、いやただね、それみんなにも見えてるわけなんで、基本的にはその個人に向けてじゃなくて、自分のことを発信していった方がいいですね。例えば何月何日イベントがあります、みんな来てねとか、そういうの自分のことじゃないですかね。まああとは何々始めましたとか、まあ別にそういうのもね、まあ他の人からすれば、ああそうなんだとか、まあそんな感じじゃないですか。でまあ別に自分のこととは言っても、さっき言ったメンヘラ系のやつとか、もしくはフレンド整理しますとか、そういうのはなしね。そういうのなしにした上で自分のことを発信していくのが、こちらの書き置きメモの正しい使い方なんで。でこちらのチームメンバーの書き置きに関しては、まあそのね、チームメンバーに向けて、まあ例えば、まあ、さっき言ったイベントとかでもいいですし、また職人施設を使えるようにしておきましたとか、まあ、あとはチームクエストを終わらしておきましたとか、なんかそういう使い方もいいですし、まあ、とにかく、まあ、そういった使い方をしてください。まあ、とにかくあの個人に向けての発信というのは、まあ、第三者からしたら面白くないので、まあ、むしろ不快なのでやめましょう。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。書き置きメモめちゃめちゃ便利なんですけども、まあこちら正しい使い方、まあ正しい使い方が、まあ正直あれなんですけども、まあ正直ね、フラちゃんの考え方でしかないんですけども、これはまあただ結構ね、今回紹介したことというのは、特にフレンド整理しますとか、そういったことに関してはかなり嫌う人が多いので、自分が良くても周りの人が嫌だって思ってるケース多いんで、なのでやめましょう。他にもそういうことがあれば、ぜひともコメント欄で教えてください。皆さんの意見もお待ちしております。今回の動画、ためになったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。さよなら。